スイゲトバール包囲戦は、1566年に、ウィーンに向かうオスマン帝国軍が、ハプスブルク帝国支配下のハンガリー王国諸文字上、県スイゲトバール軍スイゲトバール氏を包囲し、ハンガリー王国軍と戦った戦いである。城の守備兵を指揮したのは、ハンガリー国王フェルディナーンド一世によって、クロアチアスラボニアダルマチアの先代の番に、 任せられていたニコラシュビッチズリンスキー伯爵で、オスマン帝国軍は、スルタンスレーマン一世が自ら指揮を取ったが陣中で、病没し、これが彼の最後の戦いとなった1566年8月から9月にかけてのこの包囲戦で、オスマン帝国は勝利こそしたものの、双方が大勢の兵を失う結果に終わった。最終盤で、スレーマン一世が陣没し、 ニコラ・シュビッチ・ズリンスキも戦死した。オスマン軍は2万人が戦死し、守備兵2300人はほぼ全滅、そのうち最後の日の総攻撃まで生存していたのは600人ほどだった。膨大な被害とスルタンの死により、オスマン軍は同年中に撤退を余儀なくされ、その後1683年の第二次ウィーン包囲まで、ウィーンがオスマン軍の脅威にさらされることはなかった。 17世紀前半のフランスの最小リー主流は、スイゲトバール包囲戦を、文明が救われた戦いと位置づけている。現在でも、ハンガリーやクロアチアでは、自国のシアオペラでこの戦いを語り継いでいる。1526年のモハーチの戦いの後、ハプスブルク家のフェルディナー一世が、西ハンガリーとクロアチアの貴族により、ハンガリー王に選出された。これをきっかけにして、 ハンガリーの争奪を中心とした長いオスマンハップスブルク戦争が勃発する。16世紀前半のフェルディナーイッとスレーマン・一世の戦争は双方に甚大な被害を与え、1540年代以降は両国間に大きな衝突が起こらなかった。1564年にフェルディナーイッが没した後の水儀とバール、包囲戦は、 オスマン帝国本軍の久々のヨーロッパ遠征だった。スイゲトバール要塞を前に陣取るオスマン軍現在のスイゲトバール要塞1566年1月、スレーマン一世は46年に及んだ長い治世の中の最後の遠征を指導した。72歳で痛風に苦しみ、ほとんど腰に乗ったままの幸軍だったが、名目上は、これが、 スレーマン一世の指揮する30回目の戦役だった。5月1日、スレーマン一世はイスタンブールを経った。その軍は彼が生涯で率いた中でも最も規模の大きいもの,の一つだった。彼に対抗するニコラ・シュビッチズ・リンスキは、クロアチア王国内の最大の領主で歴戦のベテランであり、また1542年から1556年までは、 クロアチアの番の位にあった。彼は、第一次ウィーン包囲で頭角を表した後、軍人として輝かしい経歴を歩んだ。スレーマン一世は49日の航軍路末6月27日にベオグラードに着き、東ハンガリー王ヤーの主二世と面会した。ズリンスキが、シクローシュのオスマン軍や英知襲撃に成功したとの、法が入ると、スレーマン一世は、 エゲルを攻撃しているズリンスキを置いて、彼の持つ城塞であるスイゲトバールを攻撃し、ズリンスキの脅威を早期に排除する方針を取った、包囲戦の長官図、オスマン軍の先遣隊がスイゲトバールに到着し、包囲を開始したのは1566年8月2日である。防衛軍はたびたび出撃して、オスマン軍にそこそこの被害を与えた。 スレイマン一世の本軍は8月5日に着陣し、彼の巨大なテントが戦場を一望できるシミレホフの丘に建てられた。しかし病のため彼の仕事は、各部署から報告を受けることだけであり、実質的な指揮は大祭相をコるるメフメトパシャが取った。スイゲトバールに戻っていたズリンスキは、少なくとも15万人の兵と、強力な大砲軍に包囲されたことを見て取った。 彼の元にいた守備兵はわずか2300人のクロアチア人とハンガリー人だった。彼らはズリンスキー自身の兵や彼の友人、同盟者の兵だったと考えられている。多数派だったのはクロアチア人でどちらも主力は重層不評だった。スイゲトバールは川によって旧市街、新市街、城塞という三つの地域に分かれており、それぞれが橋や、 土手道で接続されていた。また城塞部の中でも、中心部は二つの谷で隔てられており、教習が極めて困難な要塞となっていた。スレーマン一世が城下に現れた時、城壁には赤い布がかけられ、あたかも祭りの最中であるように見えた。オスマン帝国の大軍を歓迎するかのように、城から大砲が一発だけ放たれた。8月6日。 スレーマン一世の指示により最初の強襲がかけられたが失敗に終わった。とはいえ防衛軍の人員が絶望的に不足しているのは明らかだったが、ウィーンからハプスブルク帝国の援軍がスイゲトバールに送られることはなかった。1ヶ月以上にわたる壮絶な戦闘の末、ズリンスキラ防衛軍の生き残りは旧市街へ撤退し最後の抵抗の準備をした。スレーマン一世は ズリンスキにクロアチアの支配権をちらつかせ降伏を促したが、ズリンスキは返答を送らず抵抗を続けた。スイゲトバールの陥落はもはや必然的だったが、オスマン軍の首脳部は総攻撃を絞った。そうしているうちに9月6日にスレーマン一世が沈没した。彼の死はあらゆる手段によって隠し通され、スルタンの最側近のみがそれを知っていた。兵士が 戦闘を放棄するのを恐れた側近たちにより、スレーマン一世の死は伏せられ、後継ぎのセリムに急死が送られた。おそらくこの死者は手紙の内容を知らなかったはずだが、彼はアナトリアのセリムの元へわずか8日間で到達した。最後の戦いに備えるニコラ・シュビッチ・ズリンスキスレーマン一世が死去した翌日の9月7日が、包囲戦の最後の1日となった。この時すでに、 要塞の城壁は、砲撃や行動からの爆破などによりほとんど体を、なしていなかった。朝に総攻撃が始まり、膨大な数のギリシアの火や砲弾が打ち込まれた。城郭の残存部は焼け落ち、ズリンスキの宿舎も崩壊した。オスマン軍が、軍学やおたけびと共に街に迫る中、ズリンスキは、最後の演説をした。ズリンスキらは、最後の攻撃に至っても、 城内への敵の侵入を許さなかった。オスマン兵が城門の前の細い橋に殺到した時、防衛側は突然門を開いて大砲から鉄の塊を水平射撃し、たちまち600人の敵を殺害した。そしてズリンスキーは600人の残存兵に突撃を命じた。戦闘に立っていた彼は胸に2発のマスケット銃弾を受け、頭部に矢を受けて戦死した。 多くの残存兵がここで死に、一部は城内に撤退した。間もなく、オスマン兵が城内に乱入し、生存者のほとんどを殺害した。ごく一部には、彼らの勇敢さを称えたイエニチェリによって、命を助けられた者もいた。このオスマン軍の総攻撃から生きて逃れられた騎士は、わずか七人だった。ズリンスキの意外は首をはねられ、その首は、 シンスルタンセリム2世のとへ送られた一方で、胴体はかつてズリンスキのとで捕らえられていた、トルコ人の手で丁重に葬られた。上日の最後の戦闘の前に、ズリンスキは、木内の火薬に、銅火船を渡させていた。最後の城兵が倒され、オスマン軍がなだれ込んだ時、誰かがこのブービートラップに触れた、城の火薬庫が爆発し、数千人のオスマン兵が吹き飛ばされた。 オスマン軍の一部隊を率いて、財宝を探していたベジール・イブラーヒームという人物が、ズリンスキノやトイ人に通ったところ、財宝はずっと以前に使い果たされており、代わりに、自分たちの足元に3000ポンドもの火薬があると、返答された。ベジールらの部隊は脱出できたものの、残っていた3000人のオスマン兵が爆発に巻き込まれ、死亡した。 スイゲトバール公園のトルコ・ハンガリー友好記念碑ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーの剣と兜ぶと。2016年9月に、スイゲトバール包囲戦450周年を記念する、メジムリエ博物館の展覧会で展示された。ズリンスキー以下、防衛に当たった3000人のほぼ全員が戦死した。一方、オスマン軍の被害も甚大であり、3人のパシャ、7000人のイエニチェリ、 その他2万8000人の兵士を失った。なお、オスマン軍の総損失は、資料によって2万人から3万5000人の間で、諸説がある。大宰相ソコルルメフメトパシャは、スレーマン一世の名で戦勝を告示した。この中では、スルタンは、自らの健康上の問題で遠征が不完全に、終わったことを悔いている、としている。スレーマン一世の遺体は、 コンスタンティノープルに戻った後もまだ生きているように扱われ、側近たちは宮廷の奥でスルタンと話をしているふりをした。オスマン帝国の資料によれば、この偽装は3週間続けられ、秘密を守るためにスルタン付きの医師も考察された。遠征の長旅と長期化した包囲戦がスルタンの健康著しく外資士に至らしめたのは明らかである。最高司令官となった、 大宰相ソコルルメフメトパシャは、セリム2世の定位継承のために、コンスタンティノープルに帰らねばならず、このウィーンを目指した遠征は、全体として、失敗に終わることとなった。たとえ、スレーマン1世の死がなくとも、後為戦の長期化のため冬が近づいており、オスマン軍は目的を果たさないまま撤退を余儀なくされただろう。要塞を守りきれなかったとはいえ、 ズリンスキラの壮絶な抵抗が、オスマン軍のウィーン侵攻を阻んだのは確かと言える。神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世は、クロアチア貴族、アントゥン・ブランチッチと、シュタイヤー貴族、クリストフ・トイフェンバッハを、オスマン帝国に派遣し、彼らは1567年8月26日に、イスタンブールに入り、セリム2世に艦隊された。 大宰相ソコルルメフメとパシャとの5ヶ月にわたる交渉の結果、1568年2月17日に、両者は講和の妥結点を見出し、同21日にアドリアノープル条約が締結された。セリム2世が認めたのは8年間の停戦だったが、結果として1593年の超トルコ、戦争勃発まで25年もの間平和が保たれた。これに加えて、 マクシミリアン2世は3万ドゥカーとの賠償金を支払った。カバーオブザファーストエディションオブバゼチャ・シュゲタ・グラダ、1584、クロアチアザダル出身のルネサンス詩人、作家文化アナルーティックは、1573年以前にスイゲト氏の征服を表した。これは、彼の死後の1584年に、ベネツィアで出版された。これは、 水月とがある方位戦について、また、クロアチアの歴史について歌った、最初の女児詩であった。この作品は、マルコ・マルリッチのユディタの影響を受けている。ニコラ・シュビッチ・ズリンスキのひ孫で、クロアチアの番となったズリーニ・ミクローシュワを1647年に着紙、着詩、1651年に出版した。これはハンガリー語で書かれた、最初の女児詩の一つで、ブン・カーナルティックと同様に、 マルコ・マルリッチの影響がある。ズリンスキは2度に渡り、オスマン帝国を撃退し、最後には自らを犠牲とした16世紀の国民的英雄として、彼の家族やスイゲトバール包囲戦における戦友と共に記憶されている。また彼の物語は愛国家、ウ・ボイ・ウボイにも歌われている。ありがとうございます。